はい、どうもおはようございます。すすきの YouTuber たまさまです。はい、というわけでね、すっかり札幌もね、ようやく涼しくなってきました。今年はすごい残暑が厳しくて、僕のところもね、なんか30度行ったりとかね、先週まではしてましたけども、はい、なんかめっきりね、一回熱中症になってから夏には弱くなりそうですね暑いとかちょっとね、苦手になりそうです。はい、はい、そんなことでですね、ちょっと前からね、友人に実はね、勧められてね、アカウントの方は作ってたんですけど、じゃあね、まあ TikTok、 はい、今更っていう感じもね、なんか皆さんあるんじゃないでしょうか。まあね、今更感はあるのかもしれないんですけどね、未だに結構人気がやっぱりありますよね。なんかその、まあ一部地域ではね、なんかそのなんかいろいろこう情報漏洩がどうのこうのなんつって、なんか多分使えなくなってると思うんですけどもね、僕のところはまあ使えるのでね、あんまあ使えるうちは使っておこうかなと思って、でなんかTikTok なんですけど、なんか何しようかなみたいなねえ、なんかそう、なんか逆に言うと、いろいろできすぎて、何をアップしようかすごい悩むんですよね。はい、でもとりあえずなんかこう TikTok のイメージとしてはやっぱりエフェクトのかかったね、画像が入って、でなんかそのなんか音楽とかね、流行りの音楽とかがあって、なんかそれに合わせてこう踊ったりとかね、うん、なんかその合わせてみたりとか、うん、あと歌ってみたりとかね、うん、なんかそういうのが結構イメージ的には強いんですけど、まあ僕は何やろうかなってすごい悩みましたね、これねはい、うん、まあなんかいろんなもの載せる人がいるので、まあ最初はね、僕のね、こうショートムービーというか、まあ昔作った、ね、短編映画、うん、自主制作のね、短編映画の方をね、ちょっとね、宣伝的に使ってみようかな、とか、はい。あと、まあ、歌もね、なんか、どういう風にやろうかなと思っているんですけど、まあ、そういうのも載せていったりとかね、まあ、個人的なものをいろいろアップしていきたいなとは思っております。はい。なかなかね、こう、使用勝手がね、すごい幅広いんで、うん、どうしようかなって感じなんですけど、うん、まあ、ね、もう僕もね、誕生日が来て、御年、ね、46を迎え、ね、アラフィフになったのでね、はい、みーちゃんもいますよ。みーちゃんもいます。はい、よろしくお願いします。うちの可愛い子もいます。にゃーんですね。寂しがりなんですよ。なんかこう、すごいなんかまあ昔はね、飼ったこと1回だけあるんですけど、なんか猫ってこんなに寂しがりだっけなみたいなはい、ぐらいね、可愛い子ですね。みーちゃんねの方もね、ありますので、よかったらそちらもご覧になってください。はい、みーちゃんのチャンネルありますからね、はい、なんか爪がね、伸びてくるとすごいみたいですねまあそのなんだっけ、猫さんのね、画像にいっぱい載せてるつもりでね、まあうちのみーちゃんもね載せたらなんか面白いかなとは思ってるんですけどね。猫好きの方にはね、たまらないんじゃないでしょうか。はい、なんか結構ね、ほんと幅広いから、まあYouTube のね、この自分のチャンネルのね、なんか宣伝とかもね、ありかなとは思っております。はい、でなんかTikTok ね、まあ今回のタイトルなんですけど、 TikTok 何するんっていう感じでね、やっておるんですけど、TikTok をディスってるわけじゃなくて、TikTok の中で何やろうかなっていうのを悩んでるっていうね。まあ幅広いじゃないですか、ジャンルが、うん、すんごい幅広いジャンルでやってくるんでね、なんかどこをやろうかなっていう、すごい悩んでたっていう動画なんですけど、まあ僕の中ではね、なんかその、まあ、今までやってきたものを、まあ、ちょっとずつ、まあ最高は1分ぐらいですか、うん、なんでその1分の中でまとめて宣伝してみたりとか、そういうのもありかなっていう感じはね、思っております。はい、なんかこう自分の中でできるものって限ると、なんかそのね、なんかダンスとかはやっぱりできないんでちょっと苦手なんでね、そうダンスものじゃない方向で、まあ出会ったりとかね、あとそのまあ面白いもんなんか動画とかね、まあまあ出会ったりとか、あとまたね、すすきののお店紹介みたいなのもね、なんかやってるんで、まあ
ートでの、ね、一部みたいなところを抜粋してみたりとかね、うん、まあ、面白いんじゃないかなとは思っております。はい、なんかさっきねちらっとだけ、まあ、あのその一部載せたんですけど、まあ、あの短編映画のね一部載せたんですけど、反応が早いですね、やっぱりね。なんかあの上げて、まあ13分とかぐらいのやつを、まあ、13個に来て1分ずつみたいなね上げたんですけど、まあ、あのなんか見栄えなのか、なんかその一瞬ねちらっとこう動画のあれが見えるじゃないですか、まあ、そのせいなのか分かんないですけど、まああれを見て来てくれた人が多分、まあ、一瞬でかはバーっとねいるんでしょうけど、すごいですね。あの1件だけも300件とか一覧数で300とかになってて、おおみたいなね、なんかそう、まああと150とかねバーってなってる動画もあったりとかしたんで、いやなんかすごいんだなみたいな、やっぱり閲覧数があっという間に上がるっていう。で YouTube も YouTube ね、まああの YouTube ってなんかあの動画上げていけば上げていくことやっぱりリスナーさんがついて、まあ TikTok もそうだと思うんですけど、まあそれでこう再生数上がっていくね、まあリスナーさんに酷使されて上がっていくみたいなのもあると思うんですけど、 TikTok はなんか多分タイミングなのかな、これ上げるタイミングとか映ってる画像のあれによってなのかわかんないですけど、バーンってねなんか閲覧数がねなんか伸び、なんか一部だけ伸びたりとかしてますよね。うん、まあこれを続けていけばなんか結構ねあのリスナーさんが好きはねこう見てくれたりとかすると思うんですけどね、なんかそういうまたちょっと違った YouTube とはまた畑の違ったねものなんで、うん、どうしようかなといろいろ考えながらやっております。うん、まあまあダンス作業はねちょっとやっぱりできないんでね、うん、あとエフェクトのかけ方とかね、まあちょっとまだ勉強しなきゃいけないことがいっぱいあるので、うん、なんか BGM とかもね選べるみたいですけど、結構なんか一つのテーマで見てるとやってる人が多いですよね。一つのテーマっていうかあの共通の有名ななんかそういう音源とかがあって、それに合わせて、まあ、口パクしたりとかコスプレしたりとか、うん、踊ってみたりとかなんかそういうのをしてる人が多いなっていうなんか感じはしました。うん、なんか流行りしたりもあるのかなみたいな、そういう、まあ、TikTok の中での曲でなんかそういう流行りしたりもあるんだろうなっていう感じは見てましたね。うん、なんかまあそういうのもね、なんかおいおい多分やっていく中で分かっていくと思うので、その時にちょっとねいろいろやっていきたいかなとは思うんですけど、まあ今はねとりあえず、まあ、右も左も分からないような感じなんで、まああの友人にね勧められたからじゃあやってみようかなぐらいの感じでやってるんでね、うん、まあとりあえずちょっとまあできそうなところから、うん、ちょっとずつ楽しんでいければなと思っております。はいね、まあ、アカウントの方はね、あの下の方に、はい、出てると思うんで、そちらの方からね、はい、見ていただいて、楽しんでいただけると嬉しいですね。はい、まさかね、自分が TikTok をやる日が来るとは思ってなかったですね。なんかやっぱりすごい若い人のイメージがあるんでね、うん、なんか中学生、高校生がすごいやってるみたいな感じのイメージがあったんで、うん、なんか意外と、でもいろんな人が幅広くやってて、役者さんとかね、芸能人の人とかも結構いっぱいいて、あ、なんかこういう人たちもやってんだなみたいな、うん、僕は結構なんかあの見てて面白いなって思う人はなんかあの、あの宗教勧誘のねあの社会人ですが何かさんとかあとまあノーダメージ先輩とか、ね、あの辺の方はすごい好きですね、面白系では、うん、なんかそのあとなんか芸の人とか面白い人いますけど、はい、まああのね、まあ、その辺もいろいろいろながらやっていきたいと思います。はい、相変わらず僕もねススキノでねなんか楽しく飲ませてはいただいておるんですけどね、はい、まあこんな感じでね飲んでますけども、タマ様の YouTube チャンネルに載せていただけるということで本当にありがとうございますというわけでご連絡いただきましてありがとうございます。はい、それからねちょっとね TikTok の方も頑張っていきたいと思いますんで、ね、皆さんね一つ応援の方よろしくお願いします。まあ、動画サイトでもねなんか YouTube と同じ動画サイトだけどまあちょっと違うとは思うのでまたね、うん、趣味嗜好が違うっていうか、まあ、使い方が多分違ってくるとは思うのでね、そちらの方もちょっと楽しみにしていただけるといいかなと思っております。はい、
そうですね、プーちゃんもね早く一緒にねお撮影できるような感じになるとねいいと思ってますけど、はい、では本日は以上、鈴木の YouTuber たまさまでした。あ、とみーちゃんでした。したっけ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。